種の一つ1930年にゴールデンデリシャスとインドを交配し、1948年に名称登録された。日本国外ではクリスピンの名前でも流通している。名称の由来は原産地青森県の旧国名道の区国。果実は 400g から 500g と大きめであり、甘酸っぱい適度な酸味と甘み、独特な香りを有する。しかし、 キメが粗く加熱加工には不適とされる。したがって、道のくはそのまま食べるか、ジュースやドライフルーツ、加熱を伴わない形での調理に利用するのに適している。保存は普通冷蔵で3ヶ月ほどである。果皮は本来、黄色から黄緑色であるが、栽培時に袋かけし、収穫の1ヶ月前に袋を外して日光に当てることで赤く着色する。 袋掛けせず生育したものを三道の区といい、袋掛けした道の区より甘みが強い。道の区は温暖な環境で生育する。栽培シーズンの中頃に開花し、11月から12月頃に収穫される。自家不和合成を有し、他の個体への受粉はしない。二年生植物である。道の区は三倍体植物であり、水泡細菌病になりやすい。 道のくとさん、道のく旬の食材百科2020年3月28日、閲覧 ABC クリスピングアップルアーカイブド2009年3月29日、アットザウェイバックマシン、ABC 美しいリンゴ道の句はなぜ、キングオブアップルと呼ばれたのか。教えて。リンゴ先生2017年11月22日2020年3月28日、閲覧、ナショナルフルーツコレクションページ。 ハットブリスタースポットオンムツアップルズアーカイブド2009年2月21日アットザウェーバックマシンリトリーブドメイ30 2007ありがとうございます